そうですね、勝つことももちろんですし、それと同時に内容もすごく大事になってくるので、世界で最も強い、本当に相手だと思うので、その相手に日本が何ができるかっていうのをしっかり試さないといけないので、自分たちが全力で、挑んでいかないといけないかなと思います。やっぱり本当に世界一に近いチームなので、そのチームとやれるということはすごい光栄なことですし、本当に自分のパフォーマンスもそうですし、チームとしてのパフォーマンスっていうのを、どれだけできるかっていうのをしっかり、見せていきたいなと思います。でこれだけ本当にいい相手とできるのはなかなかないので、しっかり、自分たちがどれだけできるかっていうのを、しっかりやっていきたいなと。